アディダスすごい。いるよ。でも他のブランドさんの服も着たいんですよ。あの私のブランドとか特に。うん。特にね。こんばんは。ミーティング前に ねこんばんはって言って。違うやつ見たら。反動的にさ。こんなにでするんだけど。めっちゃおもろい。そうマリメッコ。マリメさんありがとう。ともちんありがとう。ライトのおかげやと思う。それはライトがすごい。はい、1人分。え、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これちゃんといけるやつですか。ありがとうございます。皆さんありがとう。どうもありがとう。嬉しいだけ。嬉しいだけ。やば、ごめん、もちゃん映ってた。全然。どうもありがとう。え、嬉しい。嬉しい。乾杯ですね。乾杯。サインパイン。いただきます。わさびつけてる。大人や。大人やねん。大人やねん、実は。わさび食べれない。いただきました。ゆこめん、ありがとうございました。嬉しいたけ。嬉しいたけ。飲んでいいかな。え、なん、飲む飲む飲む。けどな、これな、手離したらもちろんつっちゃうね。いいよ、全然。いい、全然いいよ。ごめんな。乾杯しよう。うん、する。あ、アンジと乾杯。開け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 。開けて乾杯しよう。優しい優しい。開けて乾杯しよう。ありがとう。よし。イエーイ。乾杯。キーピーしました。キャンパーって言ってた。シンクありがとう。うわ、めっちゃギフト飛んできた。ギフトありがとう。ギフトありがとう。美味しい。クマさん。はい、美味しい。美味しい。最高ですね。あのこの昼夜公演の後に。うん、ほんまに。初めてもらった。ねえ、どうしたんだろう急に。ね、炭酸水が飲めないだけで、あの炭酸は飲めない。炭酸水私すごい嫌いなんです。え、じゃあさ、なんか液入れてさ、炭酸で割るみたいなのできる？いや、それは多分いける。あ、そう、炭酸水で飲むのが、うん、ダメなんですよ。そう、なんか、のきちありがとう。そう、もう私は開けれるコツを分かったので開けれます。何が？ペットボトルってさ、うん、こうやって開けたら開かへんねやんか。え、なんで？ずっと開くやん。いや、開かへんかってやる。え、開かないんですか。開きます。開くで、こう開けるっていうのを知ったんですよ。へ、あー、なるほどね。そしたら絶対開くの。はい、って言ったね。だから大丈夫です。マジで。めっちゃ美味しい。やば、アンジュちゃんいるといつも以上に雰囲気がふわふわしてるって。私ふわふわしてんのかな。え、どうやろう、どうやろうって。おい。全然してないんですけど。イエスノリさんありがとう。握力、でも最近の握力分からへんな。僕は握力は強い。弱い。え、そういうの。え、なんかこれで点数落としてたからな、あのスポーツテストとか。そう、なんか私体はさ、高校生になってから硬くなったからさ、うん、あ、 そ、 うなん、そこでめっちゃさ足引っ張ったけど結局たやない、はい、え、もらったんですよ。てかしげさんからのはないんですか。楽しい。楽しい。そうや、そうでした。ごちそうさまでした。確かにそうだった。何の話したっけ。あの高校で硬くなった。あ、そうそう、硬くなったから、うん、長座体前屈がめちゃくちゃ評価悪くて。あ、そうなんか、あの走りで引っ張った、うん、だから超か三角形で、ね、なんか四角形ぐらいのやつがめちゃめちゃ変だった。あ、そう、そういうことね。そう、めちゃ変だった。何時も握力で落としてたわ。中学校13やってん。え、今私15くらい。え、うん、え、うん、今いくつ。え、分からへんねん。高校でちょっと伸びて、うん、
え、待って、10行ってなかったってことかな。10行ってなかった、中学校の時。え、分かる分かる分かる。え、それはないですよね、さすがにそれはないですよね、握ってるそれ。でも12とかやったかも。あ、ですよね、じゃあ13でした私。じゃあちょっと基準が分からなくなって。そう、そう、横は、横は、でも今は多分0.3ですよ、その時よりかはあると思います。絶対マイク落としてるよな、キューとかだったら。そうやね、ほんまに。でも左手の方が強いかもしれへん、もしかしたら。たまにいるよね、うん、右利きだから。確かに。うわー、何出したの。新幹線が遅れて、うん、夜公演間に合わなかったって。なんで。あ、雪かな。悲しい。もう今特別公演しとき。そうですね、あのアンジュの冠ライブスタートしますので、今からおばあちゃんだから止まっちゃったんよ。自分でおばあちゃんも言わないといけん。エビバイドロトーンって、わざわざ太鼓みたいな用意しとくね。あの裏で音流すわ。太鼓の音え。ちょっとなんかわざわざ声を落としていただきありがとうございます。じわじわ来る。アカスタネット。アカスタネット。じゃあ赤ポンさんタンバリンしてもらう。あ、未来さんのが似合うかも。これってシンバルだこれ。シンバル。あ、トラム。いいいいいい。合奏してる。あ、ありがとうございます。声を落としてくださり。無事に帰ってください。もう無事に帰って。気をつけて、ね、今日でも寒いらしいから。なあ、え、でも今日よりさ、うん、一昨日ぐらいのが寒くない。もう一昨日の記憶がない。マジで一昨日凍りそうになって。ほんまに。うん、一昨日どんなやつ。でもさ、どうしても私ご飯が食べたくて、うん、ご飯が食べたくて、その買いに行かないとって思ったんだけど、うん、雨降ってて、うん、めっちゃ寒いし、雨降ってたら寒いわな。どうしようと思って、うん、って頑張って行った。おー、そう、傘さして。えら。ん？ま、タコありがとう。そう、風ビュービュー言ってた。今日なんか。うん。仕切れるって仕切り、ここ仕切りのトークかと思われてる。仕切り。 MC じゃないここ。今日の MC 面白かったね。 MC 何話。あ、そう、あんたが寝られへんから教えてってやつや。え、もっちゃって何する、寝られへんかったら。え、マジで、うん、あのネットフリックス見る。あ、私は寝れないってなったら、うん、寝なくていいと思ってるから。あ、確かに。次の日どうしても早くても、うん、マジで、うん、したいことして YouTube とか見て寝る、うん、確かに、わかる。気づいたら5時やもん。わかる、マジでわかる。最近マジ6時ぐらいまで行くな。そう、気をつけんと。今日さ、このミーティングまでの時間何しようと思って、うん、あの Netflix のさ、うん、なんかダウンロードみたいなのあるやん、知ってる？なんかダウンロードすると、あ、違うやん、うん、なんかダウンロードすると外でも Wi-Fi とかなくて、ギガ食わず見れるらしくて、保存してきた。保存のどのぐらいかかるの？え、でもなんか Wi-Fi のところでやったら普通にできて、うんうん、外で見たら何もかからんらしいんですよ、うんうん、天才なんですよ。めっちゃマジでマジで天才なんですよこれ。そう、 Netflix しか勝たん人間。アンジュ何やったっけな、プライム？うん、そっち。え、なんか1ヶ月無料みたいな感じでやってて、ちょうどそれを実行中。せこいやついた。いやいやいや、ちょっとせこいやついた。本当にちゃんと1ヶ月。やってるんだ。うん。アマゾン。アンジュのショートスリーパーじゃないねん。何それ？ショートスリーパー？なんか短い時間寝ても大丈夫みたいな。うん、あ、そう、私。めっちゃいいやん、そう、私。いや、そういう人になりたいねんけど、最近それ寝かったら体調悪くなんねんな。なんか逆に元気になる。ねえ。けどマジで、うん、本当に眠くなったら、うん、遊んでる時は楽しくても、うん、本当に眠くなったらちょっと機嫌悪くなっちゃう。一番嫌なやつ。いや、でも眠くなったらちょっとな。そうなんで。寝たいってなるような。そう、ああ、ちょっと話せないみたい
取れない。これキルシーです。キルシー、キルシー。フーガもショートスリーパーのイメージあるわ。いやいやいや、ガーガー寝てるよそれほんまにマジでなんか結構夜遅くまで起きてそうなイメージがずっと起きてるマジで。でも、うん、ミユがいつ連絡しても連絡つく、うん、私がすごいめっちゃ早く、うん、その次の日なんかあるってあったとしても、うん、5時ぐらいまず連絡しても連絡つくんよ、うん、既読1ってなるの。すごい、えみたいな、いつまで起きてんのってなるやん、うん、でその例えばラジオとか終わった後の12時になるやん、うん、また連絡つくの。だからいつ寝てんのって思ってすごいな。そう最近だからそう不思議だなって思ってる。すごいな。夜連絡しても秒でつくし、ほんまにちょっと夜に寝連絡してもらってらっしゃい起きてるめっちゃ迷惑めっちゃ迷惑やん。おもろいけどそう私も結構ずっと起きてるかも。うーん、なんか通知音さ、うん、なんか最近アップデートしたらさ、うん、通知音なんかお休みモードみたいなやつで、うん、睡眠モードと、うん、なんか勉強モードみたいなのがあるらしくてそんなんしたらさ絶対電話とかさこう聞こえないやん、うん、したらさ私起こしてもらうのよく、うん、あのアラームもかけるけどもし危なかったための電話があんのよ。だからさそんなんやったらさ電話聞こえんの。確かにお休みモードじゃないってって思ってさすがに無理やんと思って、うん、そう7期は結構夜起きてる人多いね。へえー、イメージがある。アンジュってめっちゃ早く寝そうじゃない？いや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 、マジで21時に寝ますみたいな。いや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 、結構やばいで、ちょっと最近気をつけんとあかんなと思って。え、何してんの夜？ドラマ見てる。お、一緒や。そうやね、ドラマ、うん、ドラマ見てる。ドラマね。あ、配信してるのかな。あ、知ってますね。クマさんありがとう。こんばんは、こんばんは。今日の髪型いい、嬉しい、ありがとうございます。いいね、お団子いいね。え、お団子、うん、いい。え、今までしたこと、え、初めてやねん今日。お、やっぱそう。え、もっちゃんの髪の長さでボブっていう、うん、どこまでがボブかがわからんって。え、これはまだ多分ボブ。あ、そう。なんかここら辺まで来ると、うん、あ、ここら辺まで来るとセミロングかな。あー、そうなるんかかな。ミディアムの、あ、ミディアム、うん、まだボブじゃないこれは多分。あ、そうなんか、うん、もうちょい短いのが好きでも。うん、あ、でも聞いたい。私でも加入した時こんくらいやった、顎。え、そんな短かったっけ、うん、めっちゃ好きだった。だからここでパッツンにするのが好きで、うん、切りっぱなしだったんだけど。そうなんか、そう、でもね、うん、外跳ねってなったらね、伸ばすしか。確かにな、ここで部屋外の跳ねやったっけ。そうそうそう、やったな。なんか難しいな、外跳ね。え、そう、でもこの長さ負けるようになってきたからさ、ちょっと、ま、負けないけど自分じゃ。ミディアムかな私。あ、なあ、分からへんねんな、そこら辺がいまいち理解できるって。切りたいね。でも結構すぐ伸びたね。え、すごいね。変態なんじゃない？変態なんじゃない？かなって思ってんね、うん、最近。フーガもなんか早いもん。あ、ほんまに？フーガも多分変態や。そうなんかな、うん、え、やっぱさ、え、女子あの早く、え、うん、多分最悪やん。え、私全然早くないんだよね。え、そうやん、ほんまに。私が全然多分大丈夫な健全な子なんだよ多分。え、うん、え、ほんまにそうなんかな、うん、そうだと思うめっちゃ早いねもうってないぐらい早いねんな。アンジムッツリとか言われてる。やめなさい、あなた、あなた、やめなさい、本当に死ぬ。マジでおもろい。視聴者にあなたはめっちゃおもろいそう、では髪の毛伸びるの早い人ってエロいんだよ多分。まあなんか伝説みたいなのあるやん。伝説、伝説なんかそういう言葉あるやん、うん、小説じゃないけど、まあ、そういう感じかもしれない。小説あり、あ、それです。小説、小説なんかありますよね、そういうの。初めて聞いたかもしれへんからやばい、人生で初めて聞いた。え、アンジュが間違えてるかもしれない。アンジュがそういうキャラになってしまった。いや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 、小説だって。あ、そうそうそうです、小説。そうなんだ。
全然伸びないんです私。最近前髪作ってる時なかったっけ。前髪作ってる時なかった。作ってなかったっけ。なんか作ってたんけど今は邪魔になっちゃって。あ、ずっとこういう感じ。そう前髪でも作らないってめっちゃ楽じゃない。うん、超涼しそうやん。いや、ほんまに、ね、もう頭ブン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 回ってる。いや、ほんまに気にせずに。え、すごいな、いいな、うん、あ、27日連続配信だよ。え、すごい、27日、ほぼ1ヶ月やん。そう、年内毎日配信してるの。はめてください。カッパおカッパって言われた。悲しいだけ、クマさんありがとう。かわいいね、ほら。めっちゃほら。めっちゃほらやった。珍しく長続きしてって書かれてる。珍しい。確かにアンジも15分過ぎてるわと思って。え、そういうこと。楽しかった。そういうことですか。あの、多分27日が長続きしてる。そういうそっちか。バカおもろい、どうしよう。恐怖の7期生。恐怖じゃないですけどね。もうすぐミーティングですか。うん、あと、うん、あの、まだまだですね。あと10分であれやな。そうですね。じゃあ私は、じゃあそろそろ、じゃあアンジが読み終わったら私が読みます。はい、失礼を。え、失礼します。失礼します。はい、10歳の方、ワンポールさん、公演ありがとうございました。昼公演ですね、ありがとうございます。レイさんにレッスンもらうにはどうしたらいいですか。12位の方、ゆうちゃん、あ、100回してありがとうございます、ありがとうございます。11位の方、ふみさん、ありがとうございます。もっちゃんみたいにアピールする方。10位の方、ダンベンさん、ガムシロップ10個試して見た気がする。やっぱね、ウィンクしたら多分気づいてくると思います。どうやった、美味しくない。こうやってみんなマスクなのに。好きよ、マジ。9位の方、くらきさん、ありがとうございます。10文字ありがとうございます。8位の方、みなびと T さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位の方、ファントムさん、炭酸、え、でもだから炭酸好きですよ。炭酸水が嫌いなの。6位の方、玉ひよさん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。5位の方、コロワンさん、カメレオンたくさん、ありがとうございます。レイさんがあっちで配信しようとしたら、4位の方、マサさんってってくれたんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。3位の方、たくやんさん、たくやんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あるある言いたい、あるある言ってください。2位の方、かまかりさん、かまかりさん、ありがとうございます。駄菓子食べいかんて。一吉良市なめんな人さん、あらあら、ちょっとね、髪の毛がね、これ乾かして、嬉しい、ありがとうございます。一巻きに、あ、こうなってたんですよ、こっち。ではでは、皆さん髪の毛飲みましたね。月曜日入る、あら、待ってますね。では、この辺で失礼します。バイバイ。失礼します。だいぶおもろいな。おやすみなさい。ミーティング、いらっしゃいませ。え、何言ってるの。やばい、この配信見てたいわ、ずっと。バイバイ。バイバイ。じゃあ私もランキング見ます。13位、サトル、前田玲子ちゃん倒し、ありがとう、ありがとう。12位、リュウジ、今夜お疲れ様、ありがとう、見てくれてありがとう。11位、野原しんのすけのすけ、ありがとう。まいちゃんです。はい、10位、つのきち、ありがとう、つのきち。9位、くす、今日はありがとう。福岡に帰る。福岡か、博多遠いな。え、遠いよね、やっぱ福岡って。めっちゃ遠いな。遠いよな、下やもんな。下、そうやな、やんな、こうやんな。そうだね、確かにちょっと遠いな、うん、気をつけて帰ってくださいね。8位、ぺこちゃん、これ楽しかった、ありがとう、見つけた、見つけ、れいちゃん、見つかっちゃった。あれ好きだよ、私好き、見つかっちゃった。ちょっと怒られるんでやめます。7位、あごちゃん、どむらこ、正規生のつもり、お、正規生、いいよいいよいいよ。
皆さん勝手に昇格しちゃってくださいもう。はい、そんなのは嘘なんですけど、ありがとうございます。6位、ともちん、めっちゃ寒いけど風邪ひかない。もうこちらこそですよ、皆さんも風邪ひかないようにね、体調管理はしっかりと私もしますけど。5位、スノーマン、ありがとう。雪だるま作ろうよ。4位、リーダー、夜公演楽しかった。お、嬉しい、楽しんでください、パーティーパーティー。3位、お山さん、お、楽しかった、もっちゃん会楽しんでください、もう存分に存分に私の分まで。ありがとうございます。2位、ゆうと、飛び込みのおもちゃ、途中から来たんや、すごい、楽しんでください、たくさん私のこと語ってください。1位、じんくん、今日もありがとう、こちらこそですよ、楽しんでね。なんか私のパーティーがあるらしいね。パーティー、うん、私を語る会みたいなのがあるらしい。すごい、アンジュ参加する？え、ちょっと行ってくれ。一緒に。アンジュも礼儀正しいからさ、お邪魔しますからスタートするからさ。失礼します。失礼しますってね。今日マジで寒いらしいね。いや、寒かったもんな。ねえ。え、カニゲーム出るっけ？出ないんだか。めっちゃ出ない。え、何するんやろな。え、なんか肩抜きとかしそう。めっちゃしたいやつ。え、私もしたい。カニゲーム。うわー、いいなー。いいなー。めっちゃ嬉しかった、あれ聞いて。うん、私も見てたのに。お前見てないな。あ、怒ってる。痛い。え、めっちゃ面白い。え、私さ、この配信でさ、うん、1話があんまり面白くなくて、あ、なんか面白くないっていう か、うん、なんか内容がわからんくて、韓国語だって、うん、その時、うん、翻訳するの忘れちゃって、だからちょ見るのやめたんだけど、うん、面白かった。え、うん、面白い。え、最初入りよくわからんくない？え、それはそう。え、どこから面白い？どこからが盛り上がってくる？どこからなんやろ。でもアンジは単純に肩抜きがしたいから、うん、あ、そういうこと。大変そうやなって思いながら見てた。いいね、肩抜き。じゃあ3話ぐらいから見るわ。うん、そうね、3話ぐらいから見始める。すごいな、幼虫。一人です、近くで一人です。カリさんが一人で。はい、そんな感じでちょっと今日はワイワイした配信だったんですけど、夜声もありがとうございました。今から21時からか、うん、ミーティングが YouTube の、公式 YouTube ですね、 NLB48 公式 YouTube にて開始されるので、ぜひ参加してください。バイバーイ、ありがとうございました。スクショタイム、イエーイ。ありがとうございました。バイバーイ、暖かくしてくださいね皆さん。バイバーイ。